はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまではJICA 海外協力隊でウガンダでお仕事をされてたことをお伺いしましたと。でこれからは大学院に関してお伺いしたいんですけど、そもそも大学院はどちらに行かれてたんですか？大学院はイギリスのロンドン大学の教育研究所という UCLIOE という学校です。なるほど、ありがとうございます。ちなみにちょっとそこに応募するきっかけから聞きしていきたいなと思ってるんですけど、そもそも JICA 海外協力隊で行っていたその2年間で大学院に行こうっていう思いってありました？実は協力隊に行く前から大学院には進学したいなとは思ってました。そうだったんですね、はい、その中って大学院って正直いろんな国ありますし、いろんな分野もあるじゃないですか。ずっと教育に携わってこられてたんで、分野に関しては教育に進むことはイメージできるんですけど、はい、なぜイギリスだったのかっていうところもお聞きしたいなと思ってまして。今までは大学の先輩とかいろんな人とも話をしてくれて、まあ、開発学だとやはりイギリスがいいというのが一つと、あとは修士号が1年取れるということと、今後多分アフリカとか途上国で仕事をするってなると、やはり英語で学んだ方が自分自身にとってはいいなと思ったところです。なるほど、ありがとうございます。まあ確かにイギリスの大学院って1年で修士取れるっていうところと、開発分野においてはイギリスっていうのは中心地っていうところがあったんで、それも含めてイギリスに行かれたってことですよね。まあただ行こうと思って簡単に行けるわけではないと思ってるんですよね。実際どういうふうに進学するために勉強とかされてました？進学にあたっては協力隊に行った時からアプリケーションとかは出してたんですけど、おそらく自分の志望動機と留学だとやっぱり費用がかかるので、まあ、その2つが大切でした。実際費用ってどれぐらいかかりますか？授業料でまあ300万くらいかかるので、生活費とかいうとまあその倍とか、まあもう少しとこのぐらいは、はい、かかります。なるほど、1年でも高いですね。一点お聞きしたいのが、キニアさんでイギリス1年間で修士号取られたと思うんですけど、総額どれぐらいかかったのかっていうところと、全て自費で行かれたのか、はい、それともなんか奨学金とかを取得されてたのかっていうところもお聞きしたいです。コロナの影響でイギリスに行ったのは最後の3ヶ月しか行ってないんですね、はい、だからそれまでずっと日本にいたっていうところもあったので。そういうこと、まあ普通の多分留学生に比べると、はい、まあ、費用かかってないのかもしれないですけど、やっぱりさっき話してたやっぱ600万とか700万とかトータルだとやっぱそのぐらいはかかってますね。でロータリー財団というところは奨学金をいただいて派遣されていたので、奨学金からペイできたってところもあったんですけど、やはり自分自身でももちろん払わなきゃいけない部分とかもありましたし、まあ、でも多くの学生が大体どこかしらのスカラシップで来てるというのがイギリス。あ、そうなんですね。実際ロータリー財団とかって上限いくらぐらいまで補填していただくことってあるんですかね？はい、それ財団の地区とかによって少し異なるんですけど、私のところは4万ドルまでを生活費とか授業料とかにこう当てていってる。はい、それめちゃくちゃいいですね。しかもそれ返済しなくてよい、給付型奨学金ですか？そうですね、給付型です。ロータリー財団はすごくボランティアとか社会貢献とかをすごく大事にするところで、今後留学が終わった後に、まあ、そういったところに、私は重点分野というのがロータリー財団の中に今7つあるんですけども、その教育分野というところで貢献していただいて、まあ、今後もその分野に貢献していくというところはあります。なるほどですね。それ結構いいなと思ったのは、今回総額で、まあ、600から700かかるとして1年で、そのうちの4万ドルなんで400万ぐらいだとしても半分ぐらいは補填していただけるってことですよね。それめちゃくちゃいいですね。これちなみにロータリー財団でなんか僕のイメージなんですけど、倍率すごい高いイメージあるんですけど、実際どうなんですかね？詳しいことはわからないんですけれども、ただ面接で大切にしてたのは自分自身の今までの協力隊の経験とか、あとは今後自分が卒業してからどういうことをやりたいかっていうことを面接では話しました。ああ、なるほど。倍率っていうところは明確にはわからないけど、まあ、そういうことを伝えることで合格してもらったみたいなイメージなんですかね。そうですね、まあ運もあると思います、いろんな意味で、まあ、JOCV もそうですし、大学院に受かるっていうのも結構大変だったので、いろんな意味でその奨学金も含めて運が良かったなっていうのはあります。ありがとうございます。実際ちょっと研究分野に関してもお聞きしたいんですけど、イギリスの大学院に行って教育に関して専攻されてたっていう理解ですかね？そうですね、 AOEUCL っていう学校は教育の学校なので教育に特化した専攻です。で、私のところは途上国の教育ということで、中心論文もウガンダの教育制度と、まあ、実際に現地の子どもたちの教育の現状みたいなのについて勉強してました。なるほど、面白いですね。その例えば1年間の中で、はい、ウガンダとかには行かれたりしないんですよね？基本的には行きますね。フィールドワークは大学も推奨してますし、ただ今年はコロナ禍だったので、そうですよ、ね、フィールドワーク行けなかったのでオンラインでインタビューとかはしました。あ、そういうことですね。ありがとうございます。じゃあそこって大学院での研究内容がもともと JICA 海外協力隊でやってたことにすごく紐づいているみたいな理解で合ってますかね？はい、そうですね。じゃあ研究対象はウガンダで JICA 海外協力隊でしてた学校を対象としてたって感じなんですかね？そうですね、インタビューは保護者とか教員とかの方に話を聞いたりとか、はい、っていうのもありました。ありがとうございます。今大学院に関してお話ししてもらったんですけど、実際大学院も卒業はされてらっしゃるんですよね？はい、一応卒業は来月とかなんですけど、はい、あ、そうなんですね。卒業は大丈夫です。
なるほど、ありがとうございます。実際それって大学院卒業した後どういう道に進みたいとか今考えてらっしゃるんですか？これからはですね、また JICA の方で仕事をすることになってます。でやはり教育分野でこうずっと来てるので、うん、まあ、今後期間はちょっと置いといて、何を仕事にするかっていう時に大事なのはやっぱり教育でつながってないとやっぱ自分の専門性が活かせないので、そうすると JICA ですとか、あと国際機関ですとか、あとは他の民間でもこう教育関係をやってるところが、まあ選択肢になってくるのかなと思います。なるほど。じゃあ国際教育機関とかで働くにしてもやっぱ対象はアフリカになってくるんですかね？そうですね、自分自身の興味と今までのこうバックグラウンド含めるとやはりサブサハラもしくは南アジアかなと思ってはいますし、やっぱり語学、私フランス語とかができないので、まあ、そうすると地域もある程度限られちゃうかなと思います。なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。ケニアさんが将来どういう風になりたいのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、今大学院に進められて、まあ、教育で進んでいこうと思ったと思うんですけど、ずっとそれを将来も続けていきたいって思っている感じなんですかね？将来もし目標とかがあればちょっとお伺いしておきたいなと思ったんですけど、まだ漠然としかしてないんですけれども、教えることが好きなんですよね、ですからもう少し研究とかを重ねて大学とか将来的に教えることができたらいいなと思ってます。なるほど。じゃあもう博士課程とか取って大学の先生とかそういったところで授業をしていくような形なんですかね？さあ、まあ、同時に研究もしたいのでちょっとまた PhD に進むってなると日本で勉強とか海外に行くとか、また多分そのあたりもいろいろ考えないとなので、はい、まだもう少し考える時間が必要かなと思ってます、はい。なるほど。今現段階で言うと修士から博士課程に上がるんではなくて一旦就職にするっていう道に進められたって形ですよね？もちろんそうですね、まだ実際に経験が足りないこととアフリカにも行って仕事をしたいということもあるので、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にっていうところで、いろいろ海外行かれてたと思うんですね。アフリカとかにはもう2年間も行かれてますし、その中で日本っていうのをどう見ているのかっていうのをお聞きしたいんですけど、いかがですかね？やっぱりご指摘ですね。あ、日本が多分いい意味と悪い意味と両方あると思うんですけど、国としてはすごく保守的だと思います。やっぱ物事を進めるのにも確認とかがすごくかかりますし、世界の最先端に行ってるっていうよりはどこか先進国とか開発の世界だと国際機関とかが言ってきたことに対してフォローしていくみたいなやっぱりところがあるので、そういう意味で保守的かなと思います、はい。なるほど。まあ良くも悪くも保守的っていうところはそういったところになるってことですよね。なるほど、ありがとうございます。実際じゃあケニアさんが考える国際協力って何ですかね？自己実現の場ですね。自分がやりたいからその道に進んでいて、はい、私もいろいろ変わってきてるんですけど、少しずつ興味とか関心分野も、ただ自分自身がなかなかこう実感として現場に行って分かるってことは難しいんですけれども、でも自分自身がそれやりたいなと思ってこう進んできてる道なので、本当に自己実現の場っていうのがしっくりくるなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに最後にこれから国際教育に進みたいなと思う人たちにアドバイスするとしたら何になりますかね？自分自身がこうやりたいことをやるっていうのが一番で、特に学生の方とかは JICA とかあるいは国連とか組織で働きたいって多分印象が強いんですけど、はい、それよりも自分の専門性、自分自身の強み、私の場合はもう教育なんですけど、教育でもいいですし、その医療でもいいですし、農業でもいいですし、やはり自分自身の専門性を持つっていうのが国際教育やっていくためにはすごく必要なことだと思ってます。なるほど。今のお話とかで言うと、まあ、いわゆるざっくり国連に入りたいとか JICA に入りたいとか国際機関に入りたいっていうのはある一方で、そういう風にまず選ぶんじゃなくって、まずは自分が専門としたい分野っていうのをまず決めて、その分野でどこでやりたいかみたいなところを決めていくようなイメージですよね。だからケニアさんであれば教育っていうところにフォーカスを置いて、教育っていう分野で JICA とかそういったところに関わりを持っていくような感じになるってことですね。でそれを何をやりたいかっていうのを決めるにあたって、私の場合は自転車で旅行してたんで、だからそういうきっかけがなかなかない人は、本当旅に出ればすごくいいかなと思います。なるほど。具体的になんですけど、おすすめのここ行ったら変わるよみたいな国ってありますか？大変な経験とか、そういう、自分自身が本当に何かしなきゃいけないなってくすぐられる、そういう状況にやっぱりいるっていうのはすごく大事だと思います。やっぱ日本はこういろんな意味で守られてる国なので、ぜひどこでもいいんですけど、海外に、ちょっとコロナ禍ですけど、もう少し落ち着いたら出てっていろんな経験をしてほしいなと思います。そこはもしかしたら途上国だけではなくて先進国でもそういったところは分かるかもしれないですね。そこに関わらず自分と向き合って、自分が本当に何をしたいのかみたいなところを整理する期間があって、でそれでちゃんと真のことを考えてくださいっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日はケニアさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。